ディリジャント級通報艦は、フランス海軍が第一次世界大戦前に建造した通報艦の艦級で、同海軍では二等通報艦に類別しており、改良型としてアルダン級が建造された。本級はフランスが世界中に持っていた植民地や保護国を警備するために建造された艦級である。通報艦とは二通りあり、一つは艦隊に付随して、 敵艦隊の情報を艦隊に通信する艦隊通報艦が主流であったが、その役割は艦隊の前衛たる駆逐艦が担うこととなり、もう一つは本国から海外領土や植民地への回路を警備し、現地での権益と治安を保護するための活動を行う植民地通報艦があり、イギリス海軍ではスループがその役割を担っていたが、フランス海軍では 独自に通報艦として整備し続けていた。全球はイギリス海軍から購入したフラワー級スループであったが、本級からフランス海軍独自の設計で行われ、船体は軍艦として設計されていた。本級の船体は還元の高い平、甲板型船体であった。クリッパー型の艦首形状で、艦手艦板上に 10cm 速射砲を 乾燥法画で一機、その後ろに、両脇に、船橋を持つ、箱型の環境が設けられ、環境の直前に建てられた全部マストが、環境の視界を妨げないように、中心線上から若干右側に寄せられていた。環境の背後は、関西艇置き場となっており、船体原則の2本1組のボートダビットが、片元1機ずつ、計2機により運用された。本級の機関は、 ディーゼル機関のために高い煙突を必要とせず、細身の排気筒が環境の背後に1本と、後部居住区の全部に並列配置で2本が立つ。後部甲板上には2番手法が後ろ向きに一機装備、された。写真は、ルーマニア海軍、スティヒエウジェン時代のフリボンヌ。ありがとうございます。